アンと出会った時のことは今でも鮮明に覚えてる。そしてこの先もきっと忘れることはないと思う。僕実はグレアって一生言ってたんですけど、グレアらしいですね。ちょっと直しますわ、グレアに。ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はね、こちらの SR グレアをご紹介するっていうことで、先日ね、決戦星の古戦場の動画を上げた際に、決戦星の古戦場に備えておすすめ非属性キャラを紹介しますよっていう動画を上げた際にですね、コメントで実は一ついただいたんですよ。ミザさんご存知ないかもしんないですけど、 SR のグレアめっちゃ強いっすよみたいな感じのコメントがあったんで、まあ確かにそういえばご紹介忘れてたけど、最近サイドストーリーに追加されて、無料で入手できる中でグレアは確かに破格の性能してんなっていう風に思ったんで、今回はこのグレアのご紹介の方を行っていきたいなという風に思います。よろしくお願いします。まあ古戦場に備えて育成しておいた方がいいキャラクターの中でもかなりトップクラスに入るぐらい強いキャラクターなので、まあちょっとそこら辺をね、初心者向けに説明していければなっていう風に思ってるんですけど、このグレアね、どんなスキルを持ってんのかっつうと、まあかいつまんで言うと攻撃特化キャラクターですね。まとめて言うとめちゃくちゃ特化してる、攻撃だけみたいな感じのキャラクターになってます。どんな感じのスキル構成してんのかっつうとね、奥義効果が対象がドラグフォース状態時追加ダメージっていうような効果になってる。でドラグフォースっつうのはこのグレアの系譜、竜の系譜の一アビ全部そうなってるんですけど、ドラグフォースっていう特殊ななんかこう自分のリソースを持ってるんですよね。で、どんな感じなのかっていうと、1アビをつけると、ドラグフォースっていう状態を相手に付与するんですよ。で、そのドラグフォースっていうのがついてる間、グレアはめちゃくちゃな火力を相手に与えることが可能となるっていうような感じになってですね。で、奥義効果、奥義を使った際、ドラグフォース状態だったら追加ダメージを与えるよっていう奥義。1アビが相手にドラグフォースを付与するよっていうスキル。2アビが相手がドラグフォース状態の場合、攻撃が特大アップするっていう2アビの効果を手に入れる。で、3アビが敵全体に非属性ダメージプラス非属性防御ダウン、無課金で手に入る非属性防御ダウンっていうキャラクターは結構貴重、かなり貴重な感じになってます。で、サポーターアビリティの効果は敵がドラグフォース状態の時にダメージをアップし追撃効果を付与するっていう、まあここが全部起点ですよね。この1アビが全部起点になってる。効果時間は2ターンとかなり短めなんだけど、かなり回転率はいいアビリティ、使用間隔5ターンって回転率がいいアビリティで、ドラグフォース状態中、つまり2ターン最強になって3ターン休む。2ターン最強3ターン休む。2ターン最強3ターン休むっていうような感じになってるんですね。じゃ、ちょっと実際にどれほどの火力が出るのかっていうのをちょっと見ていきましょうか。で、まずやっぱ主人公って最初の方ダークフェンサーおすすめだよっていう風に言われないですか。動画サイトとか調べててもやっぱこう初心者の場合だったらダークフェンサーおすすめですよっていう風に書かれてること結構多いし、実際使ってみるとダークフェンサーってめっちゃ強いじゃないですか。他のジョブに行きたくないなって思わないですか、最初の方って。だからまあダークフェンサーでなんとかしたいんだけど、でもまあちょっとここは難しい話になっちゃうかもしれないんだけど、ミゼラブルミストとアーマーブレイクだけじゃ防御力って一番下までいかないんですよね。やっぱダメージを出したい、火力を出したい、強くなりたいっていう風に考えるのであれば、防御力って一番下まで下げるのがまず大前提みたいなことになってるんですけど、ダークフェンサーだとそれが叶わないんですよ。うん。だから、やっぱこう何かプラスワンが必要なんですよね。例えばだけど、まあ、例を挙げると、ルリアの奥義とか防御ダウンがついてますね。3ターン後限定になっちゃうんですけど、コロスタスマグナとかを召喚すると、メイン紙にコロスタスマグナを使ってたら、3ターン後にコロスタスマグナを召喚することができるよっていうようなことはあるんだけど、基本的にちょっと一手間かかるわけじゃないですか。だからダークフェンサーでも防御を加減まで活かせられるグレアの3アビっていうのはなかなか貴重なアビリティになってる。あ、外したわ。まあ当たったことにしといてください。これ、リミットサポートアビリティの弱体成功アップっていうのがあるんで、まあそれでかなり安定して入るようになるはず。まあそういうこともあるって感じでね。で、通常攻撃ちょっと見てもらいましょうか。で、通常攻撃の方7万6千5万。まあこんぐらいのダメージになってるんですよ。7万5万6万6万。どうしてもこうちょっと低めじゃないですか。他の SSR キャラクターと比べるとちょっと低めだったり、主人公の火力すごい高いじゃないですか。主人公7万5万5万6万みたいな感じで。
て、どうしてもやっぱこう SSR キャラクターってステータス面でも上だったりするし、通常攻撃状態だとどうしてもこう負け気味になったりすることがあるんですよね。でもグレアはここからさらに先がある、つまりどういうことかっていうと、一アビを使ってドラグフォース状態を付与してやると攻撃力が上昇するんですよね。じゃあちょっとこの状態、ドラグフォース状態を付与した状態の殴りっていうのをちょっと見てください。これは攻撃力アップと追撃効果っていうのが入ってますという感じでね、まあ主人公が7万ほどだったんだけど、グレアが8万5000プラス追撃で1万ダメージみたいな感じの強力な効果を持ってるわけですよ。さらにそこから先があります。相手がドラグフォース状態の時、攻撃力が特大アップするよっていうアッシュブレイク、これを使ってやることによって攻撃が特大アップ、いきます、攻撃いきます、はい、15万ダメージっていう、15万ダメージですよ。他のキャラクターより2倍3倍とダメージが高い状態っていうのを普通できるか、他のキャラクターでできるかっていうと結構できないんですよね。もう SR どころか SSR キャラクター内でも、もうここまでのパワーを出せるキャラクターはなかなかいないっていうぐらい強いキャラクターなんですよ。火力特化キャラクターなんですけど、それぐらい攻撃力が高いキャラクターでもあるんで、まあこちらの方、特に初心者の場合だったらやっぱこう SR キャラクターをどうしても入れなきゃいけないなっていうような時って絶対あると思うんですよね。その時にこうキャラクター迷うなって思っちゃう時あると思うんだけど、このサイドストーリーでもらえる、サイドストーリーで無料で入手できるグレアはかなり強い破格の性能を持ってるんで、ちょっと育成推奨ですね。30万ダメージ、今見てください、これ扇ダメージも強い、19万ダメージからの31万ダメージ、 1.5 倍ですね、他の SR キャラクターと比べるとっていうようなパワーを出せるんで、グレアに関してはかなりSSR すらも追い抜くほど火力が高いキャラクターなんで、個人的には結構おすすめできますっていう風に言おうとしたんだけど、ちょっと紹介忘れてたわっていうような感じですね。ということでいかがでしたでしょうか、 SR グレアのご紹介でした。ただこのキャラクターデメリットとしては連続攻撃確率アップっていうのがほぼほぼないんですよ。アビリティは攻撃力アップ、攻撃力アップ、攻撃力アップみたいな感じで、ダブルアタック、トリプルアタックっていうのが、まあ、ほぼほぼ出ない感じになってるから、その部分を他のキャラクターでしっかり補ってやる。例えばだけど、このスーテラの3アビ、ガチャで引けるキャラクターなんだけど、スーテラの3アビとかでダブルアタック確率アップを、上げてあげたりとか、例えばだけど、古戦場をやって視点陣っていうやつを入手できるじゃないですか。その視点陣ってやつは、奥義効果が、ダブルアタック、トリプルアタック確率アップなので、それを使って連撃を上げてあげるとか、そういうようなねアシストをしっかりさせることができれば、グレアは本当に破格の火力を出してくれる魅力的なキャラクターになってるんで、ぜひとも育成をした方がいいんじゃないかなっていう風に思った次第でございます。まあ自分だけでも結構連続攻撃確率自体はちょっとだけは上げられるんだけど、まあサポートアビリティですね、ここのサポートアビリティはすごい強いサポアビなんで、ダブルアタック確率アップ結構上がるキャラ、リミットボーナスアビリティになってるから、まあ触れるなら振っといた方がいいと思うんだけど、例えばこれ振ったりとか、基礎のダブルアタック確率振ってあげたりとか、まあこういうような感じでしっかりフォローしてあげれば、さらに輝けるキャラクター、今までよりさらに輝けるキャラクターになってるから、皆さんぜひともこちらの SR グレア育成してみてはいかがでしょうか、というようなダイレクトマーケティングでございました。皆さんの参考になれば幸いでございます。そんな感じで、それじゃあまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。